はい、ここです。タロット占い、オラクルカード占いの情報を発信してます。今回の動画では久しぶりにタロットボックスを開封していきたいと思います。ハリネズミちゃんも興奮してます。タロットボックスというのはただデッキが入ったボックスを開封していくだけなんですけれども、今回届いた箱はですね、こちらです。こちらはですね、ロエリンになります。また35% オフセールをやっていたので購入してしまいました。では早速こちら開けていきたいと思います。はい、今回は何が入っているでしょうか。ワクワク、ドキドキ。相変わらず厳重なパッキングですね。あ、すごく綺麗。あら、今回は2つしか入ってないですね。あの、いろいろ注文したんですけど、プリオーダー予約受付中のものも結構注文したので、まだ発売になってないんですよね。なので今あるのから送ってきたっていう感じだと思います。もう一個ぐらい入ってるかなと思ったんですけど、今回は入ってなかったですね。まずこちらが Foxfire The Kitsune Oracle ですね。キツネオラクルです。確か、ブルーエンジェルですね。ブルーエンジェル社のデッキなので、これ箱結構大きいんですけど、カードはそこまで大きくないんですよね。まあ、そこまで大きくないと言いつつ、普通のオラクルカードよりも大きいんですけど、この箱よりはこれぐらいの大きさのカードが入ってて、ガイドブックはこれぐらい大きい感じなんですよね。いつも不思議な感じで、こう振るとですね、カードが中でガタガタしてるのがわかるっていう不思議な包装になります。これ前から目をつけてたんですよね。ルーシー・キャベンディッシュさんという方が著者みたいで、見てお分かりの通り、こちらはキツネ、日本のキツネをテーマにした、まあ、キツネというかお稲荷さんみたいな感じなんじゃないかなと予想をしています。私個人的にお稲荷様とご縁があるというか、そういう感じだと勝手に思っているので、こちら前から目をつけていました。出版社はロエリンではないんですけど、ブルーエンジェルって確かオーストラリアだったかな、なんか他の国の出版社だったような気がします。間違ってるかもしれないですけど、つまり委託販売ですね。ロエリンが、ロスカラベオ社のデッキをロエリンが北米で委託販売してるんですけど、それと同じような感じですね。はい、こちらすごく綺麗でね、なんか可愛いですね、キツネさん。あー、楽しみ。今回はこの個別の開封動画はないんですけど、また後日こちらの開封動画アップしたいと思いますので、楽しみにしていてください。あの、チャンネル登録をしていただいて、隣のベルマークの通知をですねオンにしていただくと、新しい動画をアップした際に通知が来ると思いますので、そちらもぜひよろしければご検討ください。いやー、これは楽しみですね。そしてこちらですね、タロット関係ではないんですけど、ルーンズですね。ルーンはノースアルファベットですね。ノースっていうのは北米じゃない、あの、北スカンジナビアですね。北ヨーロッパスカンジナビア地方に昔使われていたアルファベットなんですね。で、これでディビネーション、占いとかしたりとか、あとですね、メディテーションしたりとかもできるみたいで、こちらは前から興味あったんですけど、まだ勉強する気はないんですが、購入をしてみました。ちょっとこちらは面白そうなので開けてみましょうかね。ルーンズ、まだ全然勉強してないです。これから勉強しないといけないんですけど、こちらはですね、デラックスルーンセットみたいな感じでしたね。結構いい感じの、そこそこ値段するんですよね。$32.95。はい、思いっきりロスカラベオって書いてます。こ
この木の箱に入ってるのがいいですよね。この箱も目当てで購入をしました。あードキドキ、初めてのルーンさんです。タロットとねルーンって結構相性がいいみたいなので、結構ねルーンされてる方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。ルーンに関しては私はまだビギナーもビギナーっていう感じですね。これがルーン文字ですね。まあアルファベットに結構似てますよね。はい、では開けてみます。ドキ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 。あーいいですね。結構しっかりした箱の作りですね。そこにちゃんと布が貼ってあります。なるほど。これはマグネット開閉というか、マグネットでこうペタッとくっつくようになってるみたいです。いいですね。これはガイドブックと言いますか一応説明があるみたいですね。なるほど。まあ初心者の私みたいな人にはここから始めるといいのかなという感じがします。まあそのうち本を買ったり本を購入したりですね、ネットでいろいろ調べたりして勉強しようと思ってるんですけど、いいですね。このポーチっていうんですかね、これもなんか雰囲気がある感じです。そしてこの中にルーンストーンが入ってますね。これ一般的にはストーンなので、石にですねこうやってアルファベットが書いてあるパターンが多いみたいなんですけど、私はなんとなく木のものに惹かれたので、これはウルンルーンストーンですね木製です。結構いい木を使ってるみたいですねっていう風にウェブサイトには書いてありました。結構多いですね。いくつ入ってるんだろう。1つ2つ、25個入ってますね。ということは25文字あるっていうことでしょうかね。なんか一つ一つ見ていくと結構ですね、かすれたような印刷になってるんですよね。これ多分わざとじゃないかなと思うんですけど、なんかこの方が雰囲気出る感じですよね。だから多分わざとこういう印刷してるんじゃないかなと思ってます。もしかしたら印刷ミスとかかもしれないですけど、面白いですね。上下すらもわからない上下すらもわからない。これでディビネーションできるのか。あ、これ余分な石なのかな。石っていうか白紙というか何も書いてないですね。これは予備かもしれないです。本当に一つもわからないですね。なんか M っぽいのがあったりとか、まあ、一応アルファベットなのでなんか N っぽいのがあったりとかするので、まあ、多分ハングルを勉強するとかアラビア文字を勉強するとかよりはとっつきやすいんじゃないかなって思ってますね。まだわかんないですけど、はい。なのでこれをこの中に入れてもいいし、持ち運ぶのであればこれに入れてもいいしっていう感じなんでしょうかね。これとかいい感じですね。あー素敵。この箱がねすごく素敵だなと思ったので、これも欲しくて購入してしまいました。なんかしばらくはアルターに飾ったりとかですね、メディテーション、瞑想を一緒にしたりとか、そういう感じの使用用途になるんじゃないかなと思います。
どうなんだろう、ちゃんと活用できるのか購入したはいいけど無用の長物になってしまわないようにしたいと思います。はい、ということでちょっと今回は長かったんですけど、その割に品物はあんまり入ってなかったですが、これ余分なやつですね。はい、こちらのロスカラベオ社とブルーエンジェルのデッキの開封動画、まあ、ロエリンですね、ロエリンの開封動画を終わりたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。いつもチャンネル登録、コメント、高評価とても励みになっております。ありがとうございます。では次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。